2016-2017 年の年度代表馬に輝いた父、キタサンブラック。2021年にデビューした初年度3区の中には、東京スポーツ杯2歳ステークスを優勝し、皐月賞と日本ダービーでも2着となったイクイノックスなどがいます。母、シェア・ザ・ストーリーはカナダの G1 ウイナーであるディアブロズ・ストーリーの娘。第2子のレッド・クラウディアは交流重賞のクイーン賞を制しました。